1回戦 F グループは5フレまで終え久保田がトップ、それを8ピン差で川崎、さらに尾上が追う展開でゲームは第6フレーム。尾上萌香第6フレーム持ってこい、これ大事な一投だ。届いた、うまく投げました。今のは素晴らしいストライク、ダブルを重ねていきました。第6フレーム1投目、そして久保田彩香、右のレーン左のレーンそれぞれボールを変えての勝負をしてますからね、こっち用のボールこれで果たしてうまくいくか。こっから戻る、倒れろ倒れろ倒れろ、絡まなかった、ピン同士がバッティングしてしまいました。さあ川崎由衣の第6フレーム、17番左は3回目に入りますね。どうだこのラインで、うわうわうわ、これは8番ピンが左側の方へ滑っていきまして残りました。機械がピンの方を倒してしまいましたので、はい、ルール上は元の位置に再セットしなきゃならないと、5番ピンと8番ピンを立て直しさせていただきます。久保田彩香7番ピンを残しています。わどうだ、おーよかった、一瞬ヒヤッとしました。よし9本スペア、そして川崎由衣、ここは正面からバックしていきます。ゲームが動くためにもここ尾上3つ目来てほしいですよね、2人が止まってますからね。尾上萌香どうだ、あちょっと厚めに入った、カウント7です。ターキーにつなげることはできません尾上萌香。さあ尾上萌香がストライクがストップになって、次に続く久保田どういう一投を見せるか。あ、うん、どうしたやばい、ストライク、結果ボールを落としたけれどもボールがよく持ちこたえてくれました。ここは3本マークします。尾上萌香7本スペア、そして3番手川崎由衣、右側はどうでしょうか。3回ともストライクになってますからね、4回目のストライクになるかどうか。とっとっとっと7番ピンが残ります。7番ピンをマークしました。ありがとうございます。この後まさかの終盤戦。